ノートは、歌舞伎十八番の一つ。十八番のうち四郎三代目、歌川豊っ国が、元禄十二年七月の江戸中村座において、初代、市川團十郎の甲賀三郎他で初演。この時の下台は、一心五階玉で、甲賀三郎、鬼神退治の角書きがついた。台本が伝わらないので詳細は不明であるが、初代と二代目。 団十郎の上演した芝居について記録した金行き記によれば、初代団十郎を演じる甲賀三郎が岩穴に落ちるとその中に屋敷があり、三郎の目かけであるみな月がいた。三郎がそのみな月と茅帳の中での濡れ事を演じているところに、二代目団十郎を演じる三郎の娘呉竹が現れる。呉竹には死んだ本妻の怨霊が取り付いており、 サブローやメかけに対して嫉妬の所作を見せるという内容だったという。上なりとは5歳のことで、すなわち、ここで取り上げているのは5歳うちのことであるが、本来の5歳うちが離縁された元の妻が5歳に対して行う争いであるのに対して金行き期に収められている内容では、本妻がメかけに対して嫉妬の念を燃やす。離縁云々ということがなくても、 男一人に女が二人で男を取り合い、古くからいた女の方が嫉妬の所作を見せるという内容になっていれば、それを五歳打ちとしたようである。いずれにしてもこれは、お山の芸であり、本来立役で荒ごとを得意とする、はずの市川家のお家芸になぜ入れられたのか、わからないという意見もある。その後、上なりの下代がつく芝居は何度か上演されたが、 天保八年の市村座で上演された、裏表大祭幕が、江戸時代において、能上演の最後となった。この芝居は、清春桜姫ものに、鏡山ものなどを内混ぜにしたもので、その最後の幕である二番目大切に上演された、時は津上瑠璃の書作字、花雲金入月を、能としたのである。残されている番付には、花雲金入月の下台の上に、とある。 カ牛の脳だというのは、初代、ダンジュロの背名が、サユシだったことにちなみ、サユシに比べれば、カ牛のような、小さい、つまらぬ役者ですが、それもはばからずに、サイが演じた、脳をご覧に入れますと、謙遜したもの。また、上なりうちで、嫉妬のあまりに角を生やした鬼にまでなってしまう姿を、カ牛が角を出した様子に例えたのであるが、その肝心の内容は、 桜姫とその恋人の清水清春が、ゅうりとなって落ち延びるところに、桜姫に連暴して最後には殺された、僧侶、清春の暴魂が桜姫と同じ姿で、現れるというもので、要するに、隅田川底面影の大切とほぼ同じものである。初代と二代目が演じた、ーとは、内容がまるで違い、しかも嫉妬の所作を見せるのが女ではない男の、 清春の暴根であるが、初演の時の台本が当時すでになく、また舞台上にいるのが、男が一人で、女が二人という点が注目されて当てはめられたと見られる。なお、清春暴根を演じたのは七代目團十郎門下の二代目、市川久造であった。近代になってからは、能は他の十八番者と同様に長らく上演が絶えていたが、昭和十一年に五代目。 一川見ますが、また、昭和61年に二代目、小野江六がそれぞれ復活上演した。内容的には、いずれも三代目、歌川報告の描いた18番の錦絵などを参考にして、想像を大幅に加えたものである。平成27年には11代目、市川海老蔵が、自らのシンガポール公演で、能を舞踊劇仕立てに練り直して披露した。 ありがとうございます。